せーの。はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆうかです。今日はこの間 How I speak in 5 languages とか、あと旦那に5カ国語を話してもらうっていう動画を上げたりだとか、最近ちょっと言語系の動画もいくつか載せているんですけども、その中でじゃあどうやって言語を取得するの、どうやったらナチュラルに話せるようになるのっていう結構質問いただいたりとかして、ティップみたいなのを動画で作りたいなと思っていたので、今日その動画を撮りたいと思います。それで私なりにちょっとまとめてみた結果、6つぐらいのそのポイントが見つかったので、私が実際に試していた方法っていうのをお伝えしていきたいと思います。それでは早速レッツゴー。それでは1つ目、これ結構大事だと思うんですけども、私が英語を勉強した時も韓国語を勉強した時もどっちも実際にやっていたんですけども、朝起きて夜寝るまでのその生活の中で私がふと思い描いた言葉っていうのかな、これどうしようかな、今日何しようかなとか、例えばあと実際にその街に出たりとか生活してるその一日の流れの中で私が実際に口にした言語、母国語である日本語で話したその一日の流れっていうのをまず母国語で一回ノートに書きます。例えばちっちゃいノートみたいなのをカバンに持って歩いたりだとかして、で私が発した時にあこれ書いとこうとかっていう風にメモしておきます。でそれって結構一日の流れってもちろん毎日生活パターンは違うかもしれないですけども、でも大体こう被ってくる部分ってあると思うんですね。でそこをあじゃあ自分が今勉強してる言語ではどうやって言うのかな、例えば私の場合だったら英語だったらあこれどういうフレーズになるのかなとか、あと韓国語だったらどうなるのかなとかっていう風にその一日の話した言葉とか考えた言葉ノートをそのまま自分が勉強してる言語にこう変えていくっていう作業をしてました。でそれをもちろん毎日とかは無理かもしれないんですけども、気がついた時にやってあげると結構自然に自分がじゃあ喋りたい言葉とかっていうのが出てくるようになった気がします。私はそれが Tip1 ね。 Tip2 は映画とかドラマってもちろんあの言語を勉強するときには必須というかたくさん皆さん見ると思うんですけども、映画とドラマの見方なんですけど、多分ねこれって結構たくさんの人やってるのかなって思うんですけど、私も実際やってたのは一回まず自分の母国語の字幕入りのその自分が習ってる言葉が喋ってる映画を見ます。例えば英語だったら洋画を見たりとか海外ドラマっていうのを見たりとかして、それを日本語の字幕入りで見ます。したら2回目同じ全く同じドラマとか映画を見るんですけども、それは例えば海外ドラマだったり洋画だったら英語字幕でその映画をもう一回見ます。っていうのはやっぱり聞き取れてもえこれどういうスペリングだったっけとか、なんか実際に見て聞くのを同時にするのと聞くだけっていうのは理解力が全然違ってくると思うので、英語の字幕入りのその海外ドラマだったり洋画っていうのを見たりしてました。それは韓国語でも一緒、韓国語字幕の韓国語のドラマだったりとか韓国映画っていうのを見てました。3回目また同じドラマとか映画見るんですけど、でも絶対好きなドラマとか映画ってあるから3回見ても飽きないぐらいの大好きな映画とかドラマでやってみてください。で3回目は全く字幕なしの、リスニングを強化するための映画やドラマを見るようにしてみてください。そうすると1回2回っていうこうステップを踏んでるので、大体どういう内容が出てくるかってわかるじゃない？耳が慣れてきてるっていうのかな。そういう状況でもう1回聞いてみると、へえこういう言い回しがあるんだ。なんか1回2回見た時では気づけなかった発見だったりとか、あともっと発音がこう耳に入ってきたりだとか、すごく面白いですよ。3回見てみると、これは。Tip 2になります。そしたら Tip 3はこれも英語でも韓国語でもやってたんですけども、待ってすごい熱い、すごい汗だくだからなと思って本当気持ち悪いんだけど
多めに見てください。で、Tip 3っていうのは移動中とかあるじゃないですか。それをラジオに切り替えました。私はなんかね、ドラマとか映画とかでもいいんだけど、やっぱり公共交通機関というかそういうのを利用してる時っていうのはあんまり見たりっていうのが難しかったので、その当時はラジオに切り替えてやってました。で、英語を勉強してた時はね、ニューヨークのニューヨークポッドだったかなっていうラジオがねあって、それをすごく気に入って聞いてました。で、韓国語を勉強した時はアリランラジオっていう、アリランラジオっていう英語とね韓国語をこうミックスで使ってやってるラジオがあるんですけども、それはめちゃめちゃ助かりました、私としては。で、やっぱり英語も勉強したバックグラウンドがあってからの韓国語だったので、英語もやっぱりキープしたいなっていうのがありましたし、韓国語ももちろん勉強したいなって思ってたので、その2つのラジオは本当にね助かりました。なので皆さん、英語と韓国語同時に勉強したいなとか、英語やったけど韓国語もやりたいなとかっていう私みたいな人にはとってもぴったりなラジオかなと思いました。 Tip 4はね、やっぱりわかんない、私はすごく音楽が大好きな女の子なので、もともと洋楽っていうのはすごくいっぱい聴いてましたし、興味があったんですけども、音楽から入るっていうのも結構大事だと思うんですね。その歌詞ってこう教科書とかでは出てこない、すごいナチュラルでカジュアルな表現とかがたくさん使われてたりするので、友達用語というか、なので流行りの言葉だったりとか、本当にカジュアルな表現っていうのは音楽からたくさん勉強できるなと思います。歌詞を見ながらね音楽を聴いてみるっていうのは本当に助かったなって思うので、それとあとはなんかね書いてみる、その音楽の歌詞を実際に私が書いて歌いながら書いてみたりすると、それもまた書きながら歌いながら耳からも目からもなんかこう手からも言語が入ってくる感じで結構良かったなと思います。で、 K-POP もそうです。まあ、K-POP とか私はヒップホップが好きなので、韓国のヒップホップの曲だったり R&B の曲だったりとかっていうのをたくさん聴いてました。それが Tip 4になります。はい、それでは Tip 5、 こういう風に私は今自分をビデオで撮ってるじゃないですか。こういう風にビデオにその言語を喋ってる自分を撮ってみたりだとか、あとはちょっとビデオ恥ずかしい無理っていう人は録音、携帯の録音機能あるじゃないですか。それで自分がその言語を話している様子っていうのを録音して、それを実際に自分がレビューか聞いてみるっていうのがすごく大事だと思います。っていうのはこれは発音の練習とかの時にすごく役立つんですけど、やっぱり日本人特有のこう発音の癖みたいのが出ちゃう時があるので、もちろんそれって 100% 悪いことではなくて、発音を完璧にする必要なんて全然ないと思いますし、コミュニケーションができればそれはそれですごくいいことだと思うんですけど、そのコミュニケーションするために聞き取りやすいように発音するっていうのもまあ一つのいいことかなって思うので、それを練習するときにこういう風にビデオに撮ったりだとか録音して聞いてみたりだとかっていうプロセスってすごく助かったなと思います、自分でも。で、最初はねすごく気持ち悪くて、もう、きつ、うわー無理とか思うんですけど、でもそれをね、それは当たり前というか自然の現象なので、全然自信をなくしたりする必要はないです。私もそうだったし、でも何回も何回も練習して何回も何回も撮って聞いてみるとどんどん良くなるのがやっぱり目に見えるので、あ、この部分ちょっと変だなとかっていうのを直していったらすごくナチュラルな喋り方ができると思います。はい、それでは Tip 6、最後ですね。これはやっぱりお友達作りっていうことなんですけども、今ねコミュニティって本当にたくさんあると思うんですよ。 SNS もあるし、実際のミートアップもあるしっていう風に、もちろん自然にね学校とか自然に生活する上でコミュニティができる環境だったらいいんですけど、そうじゃなくても友達作りとか、まあ、その話し相手っていうのを作るのってとっても簡単になった世の中だと思うんですよ。なのでそういう風に例えば言語交換だったりとか、ラングエッジエクスチェンジ
だったりとか、韓国語だったらオノキョファンっていう感じで絶対に探してる人たちっているんですよ。なので同じ状況の、その自分が学んでる言語の国の人だったりとかっていう風に探して、ラングエッジエクスチェンジっていうのをやってみてもすごくためになると思いますし、こういう風にお友達を作るっていうのは、言語ってやっぱりすごい文化と密接だと思うので、その国の文化を学んだりだとか風習とか学べたりだとか、その言語だけに限らないすごいたくさんの学びがあると思います。なのでこういう方法もすごくおすすめだなと思いました。はい、そんな感じの私の6つの言語を学ぶ時のティップみたいなのをまとめてみたんですけども、楽しんでいただけたでしょうか。ためになったら嬉しいですもちろん私の個人的なケースである場合もありますし、いろいろ試してみて私が気づいたことのまとめなので、こう全員に当てはまらないかもしれないんですけども、自分なりの経験を生かした動画を作ってみました。なので皆さんの言語に関するティップだったりとかっていうのもあったら教えてください。私もまだまだ勉強している段階なので、皆さんの意見もぜひ聞かせてください。コメント欄で待ってます。あとはインスタグラムとツイッターのフォローもよろしくお願いします。チャンネル登録も待ってます。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。バイバーイ。